将棋の藤井里志多蔵官、大井。明王。帰省。19が11月12。13日に行われた、竜王戦七番勝負第四局で、豊島正幸竜王、31に勝利し、4勝0敗のストレートで、竜王ダッシュに成功した。これにより、最年少19歳3ヶ月。 史上初の10代四冠を達成。師匠である杉本昌隆八段53は、日本将棋連盟を通じて、この日が来ることは10年前から確信していましたが、それでも師匠として感無料ですと、祝福のコメントを寄せた藤井聡太新竜王は、小学4年生の時に、 杉本八段に弟子入り。奨励会入会後も記録的なペースで昇級。商談をすると史上最年少。14歳2ヶ月で4段昇段し、プロ入りした。デビュー戦から29連勝を果たし、藤井聡太フィーバーを巻き起こすと、年々レベルアップを果たし、デビューから丸5年が経過した。 この11月、ついに最高峰タイトルの竜王を奪取。最年少4巻も達成し、騎手の序列1位となり、まさに頂点に立った。杉本八段は竜王獲得。そして最年少4巻達成おめでとうございます。この日が来ることは10年前から確信していましたが、それでも、 師匠として感無量です藤井聡太新竜王の活躍には人間の無限の可能性を感じさせてくれますさらなる飛躍を期待しておりますといったコメントを発表幼い頃から見てきた才能が開花し将棋界のトップに立った相手氏の快挙を喜んだなお偶然にも11月13日は 杉本八段の53回目の誕生日これまでも数々の大記録というプレゼントをもらってきたが今回はさらに格別だったに違いない藤井聡太四冠誕生に見る小サバンナ高橋歴史が今作られているというのを密つん将棋の藤井聡太三冠王位明王棋聖イコール琉球が豊島将幸竜王十一。 に挑戦する。第34期竜王戦七番勝負第4局が12、13の両日。山口県宇部市 ANA クラウンプラザホテル宇部で行われ、後手の藤井聡太が豊島を破り、開幕から4連勝で竜王を奪取した。これで、将棋界にある8つのタイトルのうち、 半分の4冠を同時に保持、羽生善治九段、51の22歳9ヶ月の最年少4冠の記録を28年ぶりに更新する19歳3ヶ月で4冠となり、史上初の10代4冠が誕生した。豊島は無冠になった。将棋ファンでお笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄、45は、歴史が今、 作られているという濃密感を堪能できましたと満足そうなだった。今年6月の王位戦から始まった藤井聡太対島名勝負数へ歌。付き合い始めたばかりの男女よりも多くの時間を過ごしていると思いますと表現した。昨年、見るショー、将棋の対局を観戦することが好きなファンとして開花した。 きっかけはもちろん藤井聡太20年6月に始まった棋聖戦5番勝負を見てもっと詳しく知ろうと感じた4年前のデビュー29連勝以来将棋のニュースを見始めたという多くの棋士の記録個性伝説 タイトル戦の歴史などについて知りたいと思うようになりました。指摘欲求もかき立てられた。今年7月、名古屋市内のホテルで行われた棋聖戦初防衛祝賀会でトークショーを行ったとき、控室のパーテーションを隔てた向こうに、憧れの棋士がいた。ネクタイをプレゼントした。ファンの前でのお話とか。 控え室での関係者への挨拶とか、19歳と思えない立ち居振る舞いでした。19歳の僕よりはるかにスマート。純度100%でしたと、その人柄にすっかり魅了された。漫才の世界では相方との運もある。将棋の騎士は実力のみが評価値。覚悟を決めて、 道を切り開き、番に集中して、動きで対話されている。戦う凄まじさがかっこいいと思います。今度、藤井聡太竜王に会ったら、一曲お願いしたいと思っている。藤井聡太先生へは、王将一枚。一分将棋のハンディでどうですかね。研究会をやりたい相手や、 鬼滅の刃などの族っぽいことをどこまで知っているかも尋ねてみたいですと笑う。将棋界の歴史は大きく動いた。見る賞としては、藤井聡太発刊をぜひ見たい。同時に誰がその快進撃を止めるのかも見てみたい。番を挟む両者に思い入れがあるからだ。タイトル戦で、 藤井聡太ハブ戦が実現するのを楽しみにしたいです。完全にファン目線の将棋応援団になっていた。